い、こんにちは、レトスの小野です。7月16日の3問に入っていきます。 A が B に A 所有の甲土地を売却し、その際 B 所有の乙土地が売れた時に B は A に甲土地の代金を支払うという条件をつけた。 A の代金債権の消滅時効はいつから進行するかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。問題文の状況としては、B さんが所有する土地があるんですね。乙土地っていうのがあって、これが売れた時に B さんは A に代金を支払う。つまり B さんは A から甲土地を買ってるんですよね。 B は A から甲土地を買ってます。 A がってなってるので、 A を主語にしたら A は B に土地を売ってるんですね。甲土地を売ってます。つまり B が持っている土地が売れたら B さんは A から土地買いますよっていう条件なんですよ。で、この場合、売った側の A さんの代金債権、つまり A さんが B さんに甲土地の代金を取り立てる権利ですね、これの消滅時効はいつから進行を始めるかという内容です。で、答えは B さんの乙土地が売れた時からなんですね。消滅時効の起算点、いつから進行するかというのは、権利を行使できる時から進行します。つまり売り主 A が買い主 B に対して代金の取り立てをできるのはいつからですか、これを考えればいいだけなんですよね。権利が行使できるってことは取り立てができるってことなので、いつ取り立てができるかということなんですよ。で、代金を請求できるのは、つまり取り立てができるのは、乙土地が売れた時からですよね。 B さんが持っている乙土地、これが売れた時からです。なので A の代金債権の消滅時効は乙土地が売れた時から進行をします。それでは問い2に入ります。宅建業者 A が自ら所有する土地を10区画の一段の宅地に造成し、これを分譲しようとしている。 A が案内所を設置して、そこで宅建業法第35条の規定による重要事項説明をさせようとするときは、その業務を行うのは専任の取引士でなければならない、丸か×かという問題です。答えは×ですね。案内所には1名以上の専任の取引士を置かなければなりません。しかし重要事項説明をする取引士は専任の取引士でなくても構いません。もう普通の一般の取引士であれば重要事項説明を行うことができます。よって誤りだということですね。まあ、基本的な問題なので解けるようにしておきましょう。短期講座では普通の取引士と専任の取引士の違いまで解説しています。しっかり対比して頭に入れておきましょう。で、問い3ですね。開発許可の申請書には開発区域内の土地または建築物の権利者全員の同意を得たことを証する書面を添付する必要はない、丸か×かという問題ですね。答えは丸です。全員の同意は不要です。開発許可の申請書には相当数の同意、これを得たことを証する書面を添付しなければなりません。つまり相当数の同意書を添付しなければならないということですね。全員の同意書までは必要ありませんよということです。で、相当数ってどれくらいの数って思われるかもしれないんですけども、ここまで考える必要はありません。そのまま相当数と覚えれば大丈夫です。で、無駄な知識っていうのはできるだけ頭に入れない方がいいです。まあね、気になる方はこの相当数ってどれくらいなのって考えてね、調べる方いると思うんですけども、そこまで考える必要はなくて、もう必要な知識のみ頭に入れていくってことが重要なんですね。これがもう合格への道です。何でもかんでも理解しようとすると、もう逆に非効率になっちゃうんですよ。理解しなければいけない部分は理解しなければいけないけども、理解しなくていい部分は理解しなくてもいいんですね。で、今回のこの相当数っていうのは理解しなくてもいいので、もうそのまま相当数と覚えちゃいましょう。今日も最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございました。明日も動画アップさせていただきますので、ご覧いただければと思います。レドスの小野でした。